横浜市にある都築中央公園で5月19日バラ祭り2024が開催されました。公園を管理する都築里山クラブでは、四季折々の公園の自然に触れ親しんでもらいたいと、年に4回イベントを開催しています。この時期に行われているのは、ローザツヅキクと名付けられたバラの開花時期に合わせたバラ祭りです。ローザツヅキクっていうバラなんですけども、とても淡いピンクで可愛らしい花となっております。で、ハマミライと一緒にバラの花壇を素敵に彩ってくれています。いろんな模擬店がありまして、竹細工をボランティアの皆さんが力を合わせて作っている、それも好評でたくさん売れております。会場では都築里山クラブで制作している竹細工や竹炭製品の販売をはじめ、綿菓子作りや餅つきなどの体験イベントが行われました。また、特設ステージでは地域で活動する団体による楽器演奏やダンスなどが披露され、多くの来場者でにぎわいました。ポテトとピザ美味しかったです毎日バラを見てて、ずっと綺麗だなと思いながら、しっかり遊びもいっぱいあって、食べ物も美味しかったし、すごく良かったです。